しい今日が来た昨日の次だみんなで体操深呼吸ぐるりと回って1、2の3ではいただきます。いただきます。さて、ごちそうさまで。というわけで、ララ、アッソーの町探、私についておいで。しんのすけ、イエーイ、ここは天使は可愛い女の子。よっ、こん、ドメドメ。オタク見慣れない顔だね。ふーん、ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。いや、まだもっとと覚えてね。うれ、ぬはり。私は18歳。まだ18なのにこの店を一人で切り盛りしてる働き者なの。いわばこの町の物流を一手に担ってる状態だから、逆らわない方がいいわよ。なんでや。
武士、なかなかの切れ者と見た。名を名乗れ。うらは野原新之助。拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河忍。カレー屋の店主。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。その実態は銀河流忍者。今時忍者なんて流行らないし誰も知らないって。うん、でも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは、生まれ落ちた産湯の中でさえす。これが さてさて、やっと新聞社まで到着です。でもどうやらララコちゃん、ふぅ、新之助。
来週末こそは絶対にデートを申し込むんだぞ。積極的。オラなら今すぐでも OK だぞ。あなた誰？オラ野原しんのすけ5歳。お姉さんピーマン好き？納豆にネギ入れるタイプ？何この子。お姉さんお名前は？黒髪よしこ。私は大学生なんだけど、しんちゃんよろしくね。というわけで登場したアルバイト兼編集助手のよしこお姉さん。彼女の昔のにぎわいを、もしあなたの力でこの新聞社、オラの力でできたら、お姉さんあなたとデートしてあげるわ。人生初デート。というわけで新よしこお姉になりました。でもアルバイトのよしこお姉さんがなんだか不思議な感じです。今売上助けて。おや、怖くてここを通って。